稲葉選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。30分前ぐらいに出会ったばっかなんですけど、はい、急に対談させていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと大阪出身ですか？そうです、はい。で、そこから、アルベレックスにシンガポール行って、で、今、秋田でプレーされてるんですよね。はい。僕も秋田でプレーしてたんですけど、どうです秋田は。寒いですか？秋田、寒いですね。ちょっと最近あったかくなってきましたけど。まだ雪あります？まだ、そうですね。ちょっと端っこの方に残ってるぐらいですね、今。結構関西から来る選手、いつもびっくりするんですけど、運転がいつも、江口ちゃんとかも、江口選手とかめちゃくちゃビビってるんですけど、稲葉くん大丈夫です？そうですね、僕秋田の前富山にいたんですけど。あ、そっか、富山も結構降りますもんね。結構雪の運転は慣れてますね。めちゃくちゃ話ずれるんですけど、はい、金沢僕もプレーしてたんですけど、金沢とかって道路の脇からすごい水出てるんですよ、雪を溶かすために。はいはい、 ね、あれって富山もあります？富山も、はい、融雪ありますね。 あるんだ。あれ結構僕衝撃的だったんですけどね、その北海道からするとあれやっちゃったら終わるんで、はい、寒すぎて。そうなんですね。北陸の地域特有なんですね、あれは。あ、そうなんだ。秋田もないですもん。秋田ないですよね、多分。大変なことになると思うんですよ、あれやっちゃうと。東北とかでも北海道とかで、ね、そうですね。なるほどなるほど。でもいいですよね、秋田のそのサッカーに集中できる環境というか。うん、そうですね。いい自然が、うん、僕自然があるし、はい、あ、いいですね。大阪は結構都会のところに住んでたんですか、それとも田舎ですか？割と、あ、結構もう新大阪からすぐのところなんで、結構都会だなかなと。あ、そうなんですね。そうですね。それでどうです、でも田舎のは落ち着きません？都会で暮らしたい方がなんか落ち着きます？そうですね、ゆくゆくはやっぱり地元に帰りたいなというのはあるんですそうなんだ、はい、まあ、両方経験できてるのはいいことかなと思います。ああ、まあいいですよね、はい、でまさか自分が東北に住むって想像もしなくなかったですか？なんか東北ってすごいこう異国の地の感じがありません？うん、僕すごいあったんですけど、北海道でしたけど。そうですね、秋田かっていう想像つかなかったですよね、はい、でも来たら来たで人もあったかいし、はい、ね、ご飯も美味しいしっていう感じで、すごくいいと思うんですけど。はい、本当そうです。はい、わかりました。今回のね、対談のテーマが、まあ、プロサッカー選手になる、なりたいって、その目指してる子どもたちとか、保護者様がね、結構、に価値あるね、情報を届けたいっていうことで、始めた、企画なんですけども、なんか、稲葉くんが幼少期、まあ、どんな子どもで、なんかどういう、いつ頃こうプロサッカー選手を目指してとか、なんかこうストーリー的なことを聞かせていただければと思うんですけど、はい、子供の時になんかこういうことを意識してサッカーに取り組んでましたみたいなことってなんかあったりします？どういう少年だったんですか？僕の父がサッカーすごい好きだったので、はい、あ、そうなんですね。そうです。まあ、週末は本当にセレッソ大阪の試合を見に行ったり。あ、大阪だからとか。はい、まあ、大阪ダービー、ガンバ大阪でセレッソ大阪があった時には自分が見に行って、はい、なんかそれを見てサッカー選手になりたいなと思ったのをすごい覚えてます。はい、そのお父さんもサッカーやられてたんですか、それともシンプルに好きだったんですか？サッカーだいぶ昔はしてましたけど、全然そうなるレベルとかではなかったと思います。はい、ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。でもそこまで身近なところにサッカーがあったら、ね、その環境がやっぱり人を結構決定づけるところがあるので、必然的にこうサッカー選手になりたいっていう夢が出てきたっていう感じですかね、イメージ的には。そうですね、物心ついた時にはサッカー選手になりたいなと思ってました。なるほど。なんか北海道出身の僕とかだと、例えばこう北海道だとコンサドーレ札幌に入りたいとか、まあ、強いチームいくつかあるんですけど、結構そういうルートをこう歩みたいっていう人が結構多かったりするんですけど、稲葉くんはその大阪に住んでいてセレッソのジュニアユースに行きたいとか、そういうのってなんかガンバ大阪のとか、そういうのはなったことなかったんですか？ジュニアユースに行きたいはすごい思ってましたけど、かなり倍率が高くて、はい、まあそうですよね。そうですね、なんか自分が入れるものではないのかなと。もちろんセレクションを受けに行きましたけど。あ、受けたんですね。はい、お父
落ちたっていう形です。はいはいはい。まあ、狭きもんですもんね、相当ね、あれも。そうですね、はい。しかも大阪ってなるとすごいでしょうしね、上手い選手もいっぱいたくさんいて。なんかその選抜とかトレセンとかには、ちっちゃい時から結構選ばれてたんですか？いや、もう本当、一番小さな地区の、地区トレセンには入ってましたけど、はいはい、大阪市トレセンとかには入れなかったですね。そうなんですね。それでもプロってなれるんですね、しっかりと。そうですね。なれると思わなかったですけど。いやでもそれはすごいなんかこういわゆる、ね、ジュニアユース、ユーストップとか、なんかすっごい強豪校行って、プロとかじゃなくて、普通に自分の、まあ、努力と、まあ、いろんなもちろん才能もあるでしょうし、それでもやっぱり夢を叶えてるっていうのは、またいろんな夢の叶え方って一つじゃないってことですよね。そうですね、やっぱりいろんなサッカー選手いるので、それぞれ道があるんじゃないかなと思います。なんか幼少期その、まあ、結構さっきもちらっと言いましたけど、環境が結構人を決めるっていうのがあると思うんですけど、なんか親にこういう風に声かけられてたとか、サッカーに対してこういう距離感でやってもらってたとか、なんか言われたこととか、なんか印象に残ってるエピソードみたいなのってあったりしますか？まあ、父は正直サッカーすごい大好きだったんですけど、はい、母の方は、まあ、サッカーより学業みたいな感じだったので。あ、なるほどなるほど、それもありますよね、そういうパターンもね。そうですね、でもまあ、なんか勉強ちょっとできないとサッカー好きにやらせてもらえないみたいな感じだったような記憶があるんで。あ、そうですね、結構それ親としたら悩むところ、結構今僕もオンラインサッカースクールとかやってるんで分かるんですけど、そのサッカーとこの勉強のまあ両立みたいなところってなんか苦労した覚えとかあります？とにかく僕勉強すごい嫌いだったんで、はい、その時間苦痛でしかなかったんですけど。あ、塾とか行ってたんですか？なんか塾じゃなくて家にその資料が届いて。ああ、なんかありましたね、真剣ゼミみたいな。みたいな感じで。ありましたね、僕もやってましたねそれ。はい、すごいもう大嫌いで、もう作業みたいな感じで。まあそうですね、作業ですねあれは。なるほどなるほど。でも一応最低限やってっていう。そうですね。あ、頭良かったんですか？勉強はできる方なんですか？いや、真ん中ぐらいです。人並みくらい、はい、まあ。人並みだったら十分だと思うんですけど。ああ、なるほど、なるほど。それじゃあもう、なんか何か工夫してたっていうよりは、結構稲葉君的には結構嫌だったっていう印象ですかね、イメージ的には。そうですね、なんか答え隠してあったんですけど、答えを見ながらして、親にバレたりして怒られてました。なんか赤色のシートで隠したりとかしますよね、あれね。ああ、そうです、そうです。そう、ああいうのありますもんね。はい、ああ、後ろに答え載ったりするしね。そうです。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。でも、その、お父さんはサッカー好きだったっていうお話ですけど、結構サッカー好きなお父さんとかだと、結構力入って、まあ僕も親だからわかるんですけど、結構子供にこう、ああだこうだプレーのことって言いたくなっちゃったりするんですけど、それってなんか結構言われたりとかした覚えあります？いや、それはもう本当全くなかったですね。ああ、なるほど。もう自由にというか。自由に。はい。なるほど、なるほど。それは結構子供からしたら結構救われる部分であったりとかしますよね。だと思います。僕も、はい。絶対言わない方がというか、はい、言われたら迷っちゃうんで。まあそうですね。はい、どうしていいか分からなくなっちゃいますもんね。そうですね。なるほど、なるほど。わかりました。あと、まあそのプロサッカー選手になるっていう夢をね、まあシンガポールでプレーされて、その後まあキャリア富山とか秋田とかでこう歩んでったと思うんですけど、なんか本当に僕なんかはコンサドーレのジュニアユース、ユーストップって言って、まあこういう下部組織が上がってったんですけど、稲葉くんはまた全然違うキャリアでプロっていう夢を叶えたと思うんですけど、まあ夢をね、こう叶えるためにはというか、プロサッカー選手になるためにはこれすごく俺は意識してた、これ結構必要なもんじゃないかみたいな、で答えって1個じゃないと思うんですけど、稲葉君の価値観では結構何を大切にしてやってきてましたか？それこそ父からはプレーのことは全く言われたことなかったんですけど、はい、努力は裏切らないみたいなのずっと言われてきて、なんで、まあ、小中高校生、まあ、今もそうですけど、自分が納得できるような努力は絶対自分には課してはきたと思っています。
なるほど、なるほど、なるほど。もうなんか言葉にしたらすごく当たり前のことだろうっていうことはあると思うんですけど、やっぱり努力をし続けるっていうか、やっぱり疑うときってあるじゃないですか。こんなに頑張ってもなんで結果出ないの。しかもサッカーって個人競技じゃないから監督がね決めたりすることなんで、はい、疑うときもあるんだけど、でもそれをこう信じてやり続けてきたっていうのはありますか？そうですね、まあ、なんかまあ自分が納得できればいいかなとずっと思ってたので、あ、自分がこれだけやったからもう、はい、うん、どんな結果でも納得いかす、そうですね、評価軸をその自分がやったかやってないかのところにずっと置き続けたっていうのは、なるほど、なるほど、はい、あります、ね、あ、でもそれめちゃくちゃ重要な話ですね。やっぱサッカーやってると監督が決めたりとか、例えば幼少期だったらセレクションとか、その他人軸でいろいろ決まることってあると思うんですよね。でもじゃなくて、まあ、自分がもう最大限の努力、最大限の準備して、それでダメだったらもうしゃあないよねくらいのところまで持っていくってことですよね、自分の納得いくまでって。そうですね、はい。ああ、それはすっごい大事なことですね。なるほど。いや、プロでもそういうことをもう意識してます、やっぱり。そうですね。プロってなってくるとまた変わってきます？ちょっと若干。ちょっと変わってくる。まあ、結果が最優先だと思ってるので、まあ、確かに。そうですね。まあ、試合に勝つため、試合に出るため、みたいなのは、まあ、少しはあるかなと思いますけど。バランスですよね。その自分軸の、そういう納得いくまでの、自分なりの評価と、あとは、まあ、その、やっぱり監督に言われていることを体現する、そう表現するスキルであったりとか、ちょっとこう、このバランスって結構難しいですよね、サッカー選手。そうですね、かなり。うん。そこは。後輩選手とか苦労するのかなと思います。確かにそうですね。そうですね。はい、少しずつこう、年齢重ねると、いろいろその、チームとしてやりたいことと、自分としてやれることをこう、重ねていくっていうのは結構ね、ベテランの選手から少しずつ分かってくると思うんです。若い時ってもやりたいプレーやるって感じですもんね。そうですね、はい。そうですね。僕もそうだったんで、すごい気持ちは分かります。昔から今のプレースタイルですか？そうですね、高校生ぐらいにボランチになって、はい、もうずっとそれからは今のプレースタイルですかね。なるほど、なるほど、わかりました。じゃあ最後にまあ、この対談もそうですし、まあ、J リーガーブログもそうなんですけど、やっぱりプロサッカー選手を目指している子どもってもう本当全国中にものすごい数いると思うんですね。でそれと子どもの数だけ、まあ、基本的に親がいるわけで、で親そのプロサッカー選手になるためとか、子供がねやっぱりサッカー上手くなりたいと思ってる親の気持ちっていうのは、まあ、頑張ってほしいという気持ちもあるし、一方であまり言い過ぎてもいけないっていう、まあ、その葛藤とかもあると思うんですけど、なんか最後にその子供たちと夢を追う子供たちと支える親御様に一言というか伝えたいことがあれば、最後にメッセージをお願いいたします。そうですね、子供たちには本当に自分はこのチームの中で一番になってやろうっていう気持ちがすごい、うん、あって、それを持ち続けながら練習をしてきたつもりなので、まあ本当にライバルに負けないであったり、隣の子に負けないっていう気持ちを持ち続けながら練習してもらいたいと思います。はい、それからまあ親御さんについては、正直基本的にはやっぱりあまり言いすぎると子供たちは多分そこの親のためにプレイしてしまうことになると思うので、なるほどね、そうではなくて本当に大事な時というか、本当に押し込んでいる時とかに一声かけてあげるぐらいでいいんじゃないかなと僕は思います。なるほど、なるほど。ちょっと親に褒められたいからとか、監督の顔色をこうチラチラ伺いながらねプレイしてる選手ってやっぱいますもんね、子供とか。そうですね、すごいもったいないなと思ってしまいます。もったいないですね。はい。なるほど、なるほど。もう無限の可能性があるのだから、それこそ、稲葉君がさっき言った通り、他人軸じゃなくて、自分でね、納得、自分軸で、こう、プレイしたりとか、生きていけたらいいですよね。そうですね、はい。わかりました。はい。では、貴重なお話を本日もありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、本日以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。